震災前からそもそも課題をたくさん抱えてたと思うんですけども、それが、より重い形 で、うんうん、でより一層人も人口減少も進みますし、より一層若者もいなくなりますし、危機感をすごい昨年の夏ぐらいに持ってたんですね。そこにご縁のある方がですね、復興に参画していくっていうことが本質的に本当に重要ですし、それが本当10年後の総地域の未来をすごく変えるなと、もともと問題意識を持ってたんです。その傍聴院の最初はなんか素朴なもっとプロジェクトだったんですけども、もっと地域の方の声を聞くたびにやっぱり愛着があったりですとか、文化歴史があるんですね。例えば沿岸部の本当に区長さんも家流されましたけど、高校生でこう食事しとってそこでキノコ作っとって実は奥さんにプロポーズしたみたいな話とかあるんですよそういうものも全然関係ないですね。今がバンテアルチの人やっぱどうなのか、我々が作ったプロジェクト案がそもそも町の案になるんですっていう、仕組み的な部分もどうにか達成することができたので、で元々の思いと仕組みができたのでじゃあゴーしましょうということで、ワークショップと今始めてるっていう感じで、その思いを持ってる方が街の未来を考える場であり、そこで今まで外の方々が新しく本当にツーリズムっていう形で私たちに関わるきっかけを提供するですとか、そのプロセスにすごい本質的な価値がたくさんこう埋め込まれてると、そういうことを私たちはやりたいと思ってるので、一つ、このグリーンベルトという場を介して内陸の方や沿岸の多様な方がミラーを作っていくっていうことの成功体験みたいなのを作りたいんです。そうね。何かいい方向に動いたっていうことであれば他のものにこう転用されていく気がするんですよね。そういういい場にしたいですよね。本当にぜひこれ見ていただいて皆さんにこうしていただければなと思いますのが、お子さんを連れて家族で、来ていただきたいと思ってます。仙台も非常に近いですし、で本当に沿岸部の近くにおいて何か、復興のためにお役に立てること、そして津波ってそもそもどんなに本当に怖くてどんなことがあったんだって、その一番その震災を忘れないっていうことになりますし、それは東京の方が来て東京地震の時の備えにもなるかもしれません。そういうために、私の傍聴院作りを通してそういう学ぶっていうことをぜひしていただければなと思ってますね。